どうも、ナオトです。今日今ね、僕がいるってことはお気づきの方もいると思いますが、ドッキリです。今日やるドッキリは、おこいさんに食レポをね、お願いして中身を全部激辛に変えるっていう。さっき買ってきたこの餃子スープに、唐辛子とかラー油とか、もう七味とか全部入れて、どういう反応をしてくるのかっていうのを見ていこうと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあね、温めたんでこの中にこれを全部入れていこうと思います。言い忘れてたんですけど、ウーバーイーツっていう手でね、入れていきますね。のっこいさん、辛いの得意だからね。これで入れなきゃ。全部入れます。なるほどね。すげえ色だな、これ。これもね、もうこのままいっちゃいますね。やばいわ、これ。匂いがやばい、もう。これで一回混ぜますね。しっかりとこうやって混ぜて。さすがにやばいんだよ。なんかちょっと美味しそうに見えてきたな、なんか、これ。多分こんな感じかな？こんな感じになりました。じゃあ、今寝室で寝てるどこいさんをね、これから起こしに行って、食レポをしてもらおうと思います。じゃあ、行ってきます。どこいさんの寝室に到着しました。起こします。どこいさん、どこいさん、起きてください。起きないよ。起きてください。何、そう、動画のちょっと本数足りないんで。起きない。もう一本下から撮るのよ。下から生で下から撮るの。動画本数足りないからもう一回お願いしてもいいですか。何やんの。食レポをお願いしたいですね。今さっきご飯食べたばっかやん。まあ簡単に取れるやつが。服着るわ。はい。はい、どうも、始まりました。どっこいしょうえチャンネル。どっこいさんどうぞよろしくお願いします。本日もよろしくお願いします。ナオト君よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日も寝起きで撮っております。寝起きですね。さっきまで、はい、お昼寝してました、さっきまで。はい。よろしくお願いします。今日はですね、もう朝から集まって、昼、ちょっと昼ご飯食べて、ちょっと寝て、もう一回撮影なんですけど、いや、眠い夕方って、また眠いですね。朝と一緒ぐらい眠いね。でも本日もよろしくお願いします。ね、本日やりたいのは、今この自粛中だから取り寄せができるグルメみたいなのを、ちょっとマネージャー直人君が登場してくれるみたいなんで、はい、今日はね、その食レポをしていこうかなと思いまして、はい、やっていきます。よろしくお願いします。ウーバーイーツでね。そう、ウーバーってもうちょっと遅いかなと思ったの、 YouTube やるの。まあ確かに、ちょっと前に超流行ったじゃん。はい、ウーバーって言っときはもう流行るみたいなぐらい。はい、何でもウーバー流行ったけど、ちょっとやるの遅いかなとか下げてたんですけど、この機会なんで、ちょっと今日はウーバー食レポをやっておこうと思います。早速食べていきますか。はい、お願いします。さすが直人くん、もう気利かして箸まで割ってやる。そうですね、もう食べやすいやん。箸は割らんくていい、その箸は。ここまででいいんだから。箸は割っていいよ。すいません、ちょっと食べていきます。せっかくなんで。もう暑いね。暑いですか。今来たばっか、これ。そうですね、暑いね。さっき来たばっか。最近の出前ってもう暑いね。熱々、ちゃんと暖かいね。すごいですね、出前なのに。すごい、湯気見えないから。湯気は見えないと思うけど、なんかごまの匂いがするね。ごまの山椒かな。ごまの匂いがするね。山椒の匂いします。じゃあ、ちょっとさくらんいただきます。はい、お願いします。餃子水みたいな感じ。そうですね。じゃあもうガッツリ餃子いただきます。はい、餃子を。激うま。おお、激うまだ、マジで。ちょっと、あ、野菜。野菜。めちゃめちゃ有名店な。そうなんだ。はい。ちょっと濃い味っていうか。はい。ちょっと味濃いめで美味しいね。美味しい。ご飯と一緒に食べたいような感じ。ああ、美味しいですか。今まで食べたのが一番うまい。本当ですか。一番うまい。ああ、よかった。いや、なんか美味しいからバクバク食べれちゃうね。結構進みましたね。結構美味しい。結構濃いけど、濃い味だ、これは。スープも美味しいもんね、これマジで。美味しいから結構進んじゃいますね。結構進むね。暑いんだよ、なんか。そうですね、結構汗がすごいですね。これスープは飲むもんなの、これ。そうですね、なんかそういうもんです。あ、そうなんだ。はい、スープがうまいみたいな。
スープが悩んでる。そうなんや、はい、なんかめっちゃこってりしてるもん。あめっちゃこってりしてる、豚骨みたいな感じ。あ、そうなんですね。なんかこうなんかドロッとしてるし、わかるかなこれ、超濃厚なスープ、めっちゃ濃厚そうですもんね、それ。これいいね、野菜もシャキシャキで。いいですね。めっちゃ美味しい。俺これならね、はい、毎日食べれるわ。毎日食べれます。そう、結構同じもの食べて飽きないタイプだけど、はい、俺これなら半年食べ続けれるわ。半年。半年食べれる。そんなに美味しいです。めっちゃ美味しい。いいね。おこいさん。ん？これ実はドッキリなんです。何が？何が大きい？中身です。粉が？はい。何入ってんの？虫でも入ってんの？唐辛子とラー油と一味全部。マジ？全部入れました。やっぱり？やっぱり。なんかマジでこれめっちゃ。なんかよくありました。めっちゃしょっぱいこれ。めっちゃ辛い。もう結構食べてよでも俺。めちゃめちゃ食べました、ね。めっちゃしょっぱいよこれ。大丈夫と思ったもん。よくこんな運んでくるなと思ったら、なんか暑いし汗かいてるし、暑いマジで、やばいですね、暑いよマジで、暑いしこれ、いや汗はいいんだけど、はい、体に悪いもの食べてる感じやばいもん、やばいです、体に毒を食べてる感じ。よく食べましたね。ドッキリやね。まあ朝起こしに来るな朝、まあ、裸を映すな裸を。いやもうでもいいわこれ、ロレックス売られるよりマシだから。これロレックスは売るなよ、もうこっちの方がいいよ。まだ餃子なんて4つぐらい食べたよ。ね、結構辛いわマジで。頑張ってました、ね。オチはオチ、オチはあるのちゃんと。オチですか。オチ終わり？はい。オチ終わり、これで終わり？考えてなかったです。オチ弱いだろう。はい。ナオピ弱いだろう。では皆さん本日もありがとうございました。どっこいさんだぞ。